ワリオの森は、ニンテンドが発売したアクションパズルゲームおよびその舞台となる森の呼び名である。1994年にファミリーコンピュータ向けに発売し、後にスーパーファミコン版も制作、販売する。日本では、ゼルダの伝説1とともに1994年2月19日に発売し、ニンテンドが日本で発売した最後のファミコン用のゲームタイトルである。 国米版は唯一 S 部の審査を受けて販売された正規のネス用ソフトである。ネス用として正規メーカーから発売された最後のソフトでもある。任天堂発売のアクションパズルゲームの例によって当時としては主婦層の人気を集めた。日本で放送されたテレビ CM はすでに発売されていた新モデルの AV c 用ファミリーコンピュータ通称ニューファミコンの紹介をおもとし 合間に、ゼルガの伝説1と、ワリオの森の説明が入る構成であった。ゲームフィールド内にいる全てのモンスターを消すことが、目的の落ち物パズル。このゲームでは、画面上から降るモンスターや、モンスターを消すために必要な爆弾の落下を早める、ことはできるが、左右への移動や回転をさせることはできない。プレイヤーは、主人公のキノピオを操作し、 設置したモンスターや爆弾を並べ直すことでこれらを消していく。ゲームモードは一人用ゲームのラウンドゲームとタイムレス二人用ゲームの VS または v s に p がある。スーパーネス版にはコンピュータと対戦する一人用ゲーム VS コムが追加された。いずれのゲームにも得点の概念はなく得点の獲得を目的としたゲームモードも存在しない。この他に ゲームの操作やテクニックの練習ができる、レッスンモード、成績の閲覧、名前登録、データ管理ができる、オプションがある。当時のパズルゲームとしては珍しく、バッテリーバックアップ機能が搭載され、プレイヤーの名前、ラウンドゲームの進行状況、タイムレースのクリア時間など、記録の保存に利用された、ラウンドゲームモンスターを消して、ラウンドを順にクリアしていくゲーム。 ファミコン版のラウンドゲームにはモンスターを消す。ラウンドだけで構成される A ゲームと10ラウンドごとにボス敵と対戦するラウンドが挿入される B ゲームが存在する。いずれも末尾が9のラウンドをクリアするごとにキノピオとワリオの掛け合いを描いたデモシーンが挿入され、ラウンド99をクリアするとエンディングを見ることができる。 エンディングの後もゲームは続くが100ラウンドをもって進行状況の記録は停止し、以降のラウンドは続きから再開することはできない。スーパーネース版とワリオの森爆笑バージョンには B ゲームに相当するゲームモードはない。タイムレース5つのラウンドを1セットとしてモンスターを消す時間の短縮を目指すゲーム。クリア時間によりランクが与えられ、ゲーム終了後の結果画面とオプションモードでは、 プレイヤーの名が入れられた認定証として成績が表示される。VSVS2P プレイヤー同士で対戦するゲーム。ファミコン版の表記は、VS、スーパーネス版の表記は、VS2P とされた。先に参照したプレイヤーが勝者となる。VS コムスーパーネス版とワリオの森再びに収録。VS2P と同様のルールで、コンピュータと対戦するゲーム。コンピュータが操作する。 敵キャラクターと対戦し勝ち進みながら、ラストボスとして登場するワリオに勝利することが目的。スーパーネース版では、対戦前に、キノピオと敵の会話シーンが挿入される。ワリオの森再びでは会話の文章とエンディングが削除され、面数とキャラクターも削減された。キノピオを操作して、画面上から落ちてきたモンスターや爆弾を動かし、 縦横斜めいずれかに3つ以上並べて消すことが基本ルールである。ゲームフィールドとキノピオ爆弾タイムとモンスタータイムモンスターと爆弾の消し方。連鎖ダイヤモンド対戦モードワリオが我が物顔で支配するワリオの森。ここはもともと妖精たちが住む平和の森だったが、モンスターを従えたワリオが森を乗っ取り、勝手にワリオの森と呼び始めた。 森へやってきたキノピオは妖精たちが困っていることを知り、妖精が作り出す爆弾を使って、ワリオを森から追い出そうとする。キノピオが爆弾を使って消していくモンスターたち。以下の3匹はいずれも縦、横、斜めに並べれば消える。B ゲームに登場する、ボスこれらのボスを退治するには、ボスの縦横斜めの延長線上で爆発を起こして、ダメージを数回与え、ハートマークで示される。 ボスの体力をなくす必要がある。ボスはワープによるフィールド内の移動とそれぞれ異なる特殊能力によりキノピオを妨害する。スーパーネス版日本国外ではスーパーファミコン版に相当するスーパーネス版が市販された。この版ではルールやゲームモード、操作方法、グラフィック、BGM の追加、改変が施された。基本ルールはファミコン版と同一だが ダイヤモンドの持ち運びが可能となる。バリオや対戦相手の攻撃によりゲームフィールドへ落下し、キノピオが受け損なうと大量にモンスターが降る、妨害アイテム、卵が登場する、コンティニューに必要なコインの数が50枚にされるなどの改変が加えられた。スーパーファミコンサテラビュー版日本では、スーパーネス版を改変した、スーパーファミコン版。 前2作が BS 放送を利用したスーパーファミコン用データ放送受信機サテラビューの専用ゲームとして供給された。ワリオの森爆笑バージョン1995年4月から1996年まで放送された。ゲーム中には当時、サテラビュー向けラジオ番組のパーソナリティを担当した爆笑問題の2人が登場する。ラジオ番組では2人がゲームに挑戦する様子が放送され、 ゲームには、ラジオ放送を聞きながらプレイする機能が設けられた。ゲーム画面において、田中裕二は、画面端で、キノピオを応援する役として、大田光は、画面天井の岩ドッスンとして出演した。ゲームモードには、スーパーネス版に存在する、VS コムモードの代わりにランキングイベント用の、ゲームモードが用意された。ワリオの森、再び1997年10月に、 月替わりイベントゲーム企画、マンスリーイベントの作品として初放送され、以降データ放送サービス終了の2000年6月まで繰り返し再放送された。初回放送時にはタイムレースの時間などを競うランキングイベントが実施された。ゲーム画面ではデータ放送受信カセット、BSX それは名前を盗まれた街の物語のプレイヤーキャラクターとして登場した巻毛の女の子が、 木の木を応援する。爆笑バージョンにあったラウンドゲームに代わり、スーパーネース版から流用した VS コムモードが用意されたが、面数や演出は異なる。動物の森シリーズニンテンドーゲームキューブ用ソフト、動物の森と、そのリニューアル版、動物の森では、ゲーム中の家具の一つとして、ワリオの森が登場し、これを手に入れると、ファミコン版のワリオの森が、ゲームキューブ上で遊べるようになる。 Wii バーチャルコンソール2006年の Wii 発売とともに世界各地でファミコン版または NES 版がバーチャルコンソール対応ソフトとして配信された。この版には中断機能が追加された。Nintendo 3DS バーチャルコンソール2013年5月29日に日本でファミコン版が Nintendo 3DS のバーチャルコンソール対応ソフトとして配信された。 Wii U バーチャルコンソール2014年1月29日に日本でファミコン版が Wii U のバーチャルコンソール対応ソフトとして配信されたファミリーコンピュータニンテンドースイッチオンライン各種ファミコン版ゲームがプレイ可能なニンテンドースイッチオンラインの加入者向けソフトで2018年12月12日に本作が追加されたファミリーコンピュータ版 スーパーファミコン版ファミリーコンピュータ版ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは6.56.5の合計22点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、18.7点となっている。ありがとうございます。